皆さん、こんにちは。今日は前川清さんのことについて紹介します。まずは前川清さんの経歴とプロフィールから紹介します。歌手前川清と元嫁藤圭子の結婚離婚についてまとめました。スター歌手だった二人の慣れ始めからわずか1年で離婚に至った離婚理由、前川清の息子と娘、藤圭子の娘など子供や孫の情報、現在の再婚の情報も合わせてお届けします。1971年に結婚した前川清と藤圭子、スター歌手同士の結婚で大きな話題となりましたが、わずか1年の結婚生活の末に離婚しました。ここでは2人の慣れ初めから結婚までの経緯、1年で離婚に至った離婚理由など結婚にまつわる情報をまとめました。前川清の息子と娘、元嫁藤圭子の娘など子供や孫の情報、再婚の情報も合わせてお届けします。まずは前川清、藤圭子のプロフィールから見ていきましょう。名前前川清、生年月日1948年8月19日出身地長崎県佐世保市、血液型顔文字驚き型、1968年にバンド内山田博士とクール5のメンバーになり、1969年に長崎は今日も雨だったでメジャーデビューした前川清。同バンドは NHK 紅白歌合戦に出場するほどの人気を集め、その後も噂の女、そして神戸中野島ブルース、東京砂漠など数々のヒット曲を世に送り出しました。1987年に前川清はバンドを脱退し、ソロ活動をスタート。ソロデビュー曲「雪列車」や「フィクションのように」などをヒットさせ、現在も「歩いていこう」をリリースするなど歌手として活動しています。音楽活動の傍ら、お笑いタレントとしての才能も有名です。1970年代に萩本欽一の「欽ちゃんのドンとやってみよう」にレギュラー出演して以降、8時だよ、全員集合やドリフ大爆笑などの国民的バラエティ番組にも出演し、お笑いの才能を開花させました。名前藤圭子、生年月日1951年7月5日没年月日、2013年8月22日出身地岩手県一関市、1969年に新宿の女でデビューし、ドスの効いた歌声で人気を集め、女のブルース、稽古の夢は夜開くなどのヒット曲を生み出してきた藤圭子。見た目は可憐な少女でありながら、夜の世界に生きる女の愛憎渦巻く思いを歌にし、ドスの効いたハスキーボイスな歌声というギャップで人気を獲得した歌手です。前川清の元嫁で最後の夫は音楽プロデューサーの宇多田照真という結婚歴を持ち、宇多田ヒカルの母親としても知られています。当時共にスター歌手として人気絶頂を誇っていた前川清と藤圭子が1971年に結婚を発表しました。一世を風靡する歌手同士の結婚は大きな話題となりましたが、結婚後わずか1年で離婚しています。前川清と藤圭子がどのように出会い結婚し、そして離婚に至ったのか、慣れ始めや離婚理由を見ていきましょう。前川清が所属していたバンド内山田博士とクール5と藤圭子は共に同じレコード会社に所属していました。1969年に芸能人野球大会に出場した内山田博士とクール5の応援団として藤圭子が出演したのが2人の出会いです。出会った当初は顔見知り程度で言葉を交わすこともほとんどなかったものの、1970年に橋幸夫賞の前座を務めた藤圭子に前川清が花輪を送ったことで関係が進展することに、当時未成年だった藤圭子に贈られた花輪を見て心配した藤圭子の恩師であり事務所の社長でもある作詞家石坂正雄が前川清に花輪を送った真意を問い詰めました。そこで前川清は、以前自分が前座を担当した時に花輪がなくて寂しい思いをしました、藤さんもきっと同じだろうと思ってと花輪を送った理由を伝えます。
その気配りを気に入った石坂正夫が前川清を自宅に招待し、当時石坂正夫の自宅に住み込んでいた藤圭子と何度も会ううちに距離を縮め、恋愛に発展したというのが二人の慣れ始めです。結婚発表の際、前川清は、僕が22歳で彼女は19歳、お互いに好きという気持ちはあるけど、実はどうしても夫婦になりたいというわけではなかったと前置きした上で、ただ彼女は当時石坂正夫さんの自宅に住み込みをしていた、恩師に隠れて会ったりするのは嫌だね、だったら一緒になった方がいいかもねと考えたのが結婚に至った理由であることを説明しました。夫婦となれば人目を気にせずに一緒にいられると考えて結婚した前川清、藤圭子ですが、結婚生活は思い描いた通りにはいかず、結婚からわずか1年後に離婚しています。1971年に結婚した前川清と藤圭子ですが、結婚から1年で離婚したことで、その離婚理由に注目が集まりました。前川清は結婚生活を振り返り、実体のないものだったと衝撃の一言を発しています。結婚当時、前川清は内山田博士とクールファイブとして毎日忙しい生活を送り、一方で藤圭子も一家歌手として活躍していました。音楽番組の収録や生放送に追われ、仕事が終わって家に帰っても疲れ果てて眠る、そんな毎日の繰り返しで、夫婦水入らずの時間を過ごす余裕など一切なかったといいます。そんなすれ違いにより、結婚生活はたった1年で幕を閉じました。離婚会見でも離婚の理由はないと語り、今思えばそういう運命だったという前川清。スター同士の結婚は思い描いたような甘いものではなく、すれ違いを理由に離婚に至りました。たった1年間の結婚生活の末に離婚した前川清と藤圭子ですが、その後互いに新たなパートナーを見つけ再婚しています。前川清は藤圭子との離婚から10年後の1982年に、当時レコード会社の社員だった女性と再婚しました。再婚後の1984年には第一子となる女児が誕生し、現在までに3人の子供の父親となっています。藤圭子は前川清との離婚後、1982年に音楽プロデューサーの宇多田照真と再婚しました。再婚後、宇多田照真との間で7回の離婚再婚を繰り返していますが、藤圭子の最後の夫として知られているのは宇多田照真です。再婚した宇多田照真との間には、1983年に第一子となる女児が誕生しています。藤圭子はこの時網膜色素変性症を発症し、視力が徐々に低下していました。その経験もあり、我が子から光が失われないようにという願いを込めて娘に光と命名しています。1998年、娘が宇多田ヒカルとして歌手デビューしたことを機に、藤圭子は歌手活動を実質引退しました。前川清と元嫁藤圭子はすれ違い生活の末に1年で離婚したたこともあり、2人の間に子供はいません。その後、お互いに再婚した相手との間にそれぞれ息子娘が誕生しています。1985年に誕生した息子前川博樹、現在息子は博樹の名義でシンガーソングライターとして活動しています。2005年に父親が前川清であることを伏せて、 ABEX 主催のオーディション Amotion05 に応募し、グランプリを獲得して、2006年に楓でメジャーデビューしました。1991年に誕生した娘前川雪菜、娘も音楽活動をしており、男女2人組ロックユニットダイヤウルフのボーカルユーとして、2019年にアルバム進化でメジャーデビューしています。息子娘ともに前川清との親子仲は良好で、 SNS などを通じて親子ショットを披露したり、一緒に歌を歌ったりと、和やかで微笑ましい家族関係を築いています。藤圭子と宇多田照真の間に誕生した娘宇多田ヒカル、1998年に15歳という若さでオートマティックで歌手デビューし、デビューシングルにしてダブルミリオンの大ヒットを記録。ファーストアルバムファーストラブ
累計売上枚数765万枚を超える歴史的ヒットとなり、日本を代表する歌手の一人として絶大な人気を誇っています。宇多田ヒカルは19歳だった2002年に映画監督の桐谷和明と結婚し、2007年に離婚、その後2014年にイタリア人男性と再婚し、2015年に男児を出産しましたが、2018年に離婚しています。2020年11月、前川清の息子ひろきと妻である元アイドルユニットチーキーパレードのあさみとの間に第一子となる女児が生まれたことが発表され、前川清に孫が誕生したことが分かりました。初孫の誕生に前川清も喜んでおり、トーク番組徹子の部屋に出演した際にも孫トークを繰り広げるなど、すっかり孫を溺愛するおじいちゃんになっています。今後音楽一家に生まれた孫がどう育っていくのか、3代にわたる前川清一家のこれからにも注目が集まります。前川清と藤圭子の慣れ初めから離婚再婚や子供たちの情報をお届けしました。現在も精力的に活動し、孫の誕生によりこう私どもに充実している前川清のこれからにも注目です。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。